こんにちは。こんにちは。こんにちは。一応みんないる。フルメンバー。僕は森山です。彼がケスです。僕はストレッチマンケスです。なんかいいバランスですね。はい。あれ？ここ。あいつを？あいついねえな。NASA。あ、バランスを乱す。NASA。おい。ちょっと待って。それ大事だ。俺がまたね、そんなことで。俺のトレードマーク。なぜ今日カメラを回しているかというと、はい、大変なことが起きました。え、実はね、昨日森山。やば。やば。一回 LINE 見ていい？LINE。LINE 見ないと話せない。何が起きたんだっけ？なんあれ盗撮でしょ？そう。ああ！ああ！ああ！やめてきます。いいで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 。ついにそうか盗撮にも OK 系 YouTuber になった。あ、そうっすね。え、これさムービー？あ、ムービーあるよ。ムービー？ムービーで。ムービー送られてる。ムービー。ね、ケスが、ね、うん、あの多分視聴者の方ですかね。はい。ケス君のことを盗撮して、メッセージを送ってきたんですね、うん、ねえケス君返事ない出てこないって。もうどう考えてもこれ家の近くかな。これどこ、うん、これ明治通りいやこれさ、え、待ってちょっと待って、どっから話せばいいの。ちょっと全然伝わってない。全然伝わってない、はい、何、俺ですらわからない今、はい。実はですね、はい、ストーカーがいるんですね。ストーカーが昨日来た。いや、これね、3日ぐらいつけられてんだよな。え、つけられてんの？え、そうなの？もう3日ぐらい、俺の服装でわかるんだけど、あ、これ結構前のやつだみたいな。3日前から。え、何貼ってるってこと？貼られてる、貼られてるストーカーにケス君が家に来てます。家の前から俺のその移動先追いかけてきてるよね。てかあれ何で追ってんの。いや、それが分からんのよ。分かんない。なんか走りじゃないよ。だからケスループで、ループっていうあの電動キックボードのそのレンタルサービスあるんだけど、俺がそこそれで移動するところほぼ抑えられてるこの3日間いるってことだ。そこ今めっちゃダッシュで。いや、ダッシュじゃないよ。何で追いかけてんの。これ見て見て、動画見ればなんかループじゃない。向こうもループでも、でも何この乗り物とか言ってきてんだよね、DM で。俺は普通に明治通りだな。え、怖っ。それ昨日ループか。かわいい、これ何乗ってるのって言われた。あ、ループっぽい影が。いや、チャリか。チャリじゃない。これ、うちじゃん、完全に。あ、うちだ。これうち。え、やばくない。うちの、あの、うん、こっち奥の、あの電柱の影に隠れて撮ってるような感じのやつ。結構遠くから撮ってるかな、ズーム入れて。え、もともと DM 来てた。動画で撮って、いや、どうだろう、これ静止画だった。でも動画は動画でちゃんと送ってくれるから送ってくれる。え、もともとさ、メッセージ来てた。あ、来てる来てる来てる。うわぁ、あ、チャリだ。チャリか。いやすごいね、気づかなかったな、マジで。まあでも人気になったってことだよね。いや、プラス思考すぎだろ。俺じゃねえからさ。まあ実害はまだない、うん、もう害か。害だ。恐怖。恐怖。恐怖ぐらい。まあ嫌か嫌じゃないか言って俺嫌だよ、普通に。あ、嫌、うん、だってもうプライベートを追われてるわけでしょ。そう、うわ、マジ嫌だ。俺普通になんか一人で行動するの嫌だなと思って、今日ずっとタクシー、タクに合流するまで。あ、そうなんだ。普通ループも天気もいいしさ、ループで行こうかなと思ったけど、なんか後ろから来られても嫌だし、タクシー乗って突き止める、うん、だってさいるってことはさ、見つけれるってことじゃない。え、3日連続だったの。3日間分取られてるね。あ、じゃあ今日とかもいるかもしんない。いるかもしんない。いるかもしんないな。夜でも全部夜。あ、じゃあ夜に来てんだ。うん、しかも顔も見ようと思えばちょっと見れる。キスケさ、普通に捕まえれるっしょ、うん、いや気づかんかったからな。いや、ちょっとじゃあ捕まえれるの知った今。うん、てかどういうテンションでさ、例えば俺らがさ見つけてさ、うん、こう話しかけるじゃん。うん、そしたらどういうテンションなの。普通に
すいませんみたいな感じじゃなさそうじゃない、うん、このタイプ初めて、うん、なんか悪いことしてるって感覚ないでしょ、うん、悪いことしてる感覚は、うん、すごいね。でもあんのかな他の YouTuber とか。どうなんだろう。俺らは住所オープンにしてるからこんなんあってもおかしくないけど確かにということでこれはメインチャンネルになるかもしれません確かに見つけて捕まえたらメインだよこんな捕まえて、うん、友達呼んでよって言って、うん、合コンするさ俺らでさあれじゃない俺らでさケイスケをさ追跡すればいいんじゃない。確かに確かにそしたら隣にいるそうだ捕まえるのはお前らもう俺の行動を追ってくれれば。そうかそうか。今日とか俺夜出るからさちょっと後ろからつけてきて。ちょっと出てみる今。今じゃない気がすんな。しかもさチャリだから俺近所の気がすんだよね。 ある程度どういうメッセージが来てんのか俺普通に気になる。あ、なんか普通あれだよ動画と電話。電話？うん電話出た。いやもう電話ずっと死のってきてた。うん死のってきてた。死の死の一緒に何シャルビーシャルビーなのかな。心中ってこと。レッツー死のいやってか普通にヤバくないかさ。大丈夫か。結構ヤバいな。キスケが刺される可能性ある。刺されたりするんだろうか。まあ取れ高か。まあね俺普通に今怖いよ普通に怖いよ夜道ちょっと迷うな。これをパッて出しちゃうかその1週間ぐらいで。いやちょっと放置したい。いやまだまだ怖い。泳がせよ体張るな。ケスケが餌に泳がせよこんだけ怖い思いしてるから向こうにもちょっと味わってもらうと俺は納得できん、うん、確かにね。いや盗撮してるとこ盗撮してくんね。ああ晒すか面白く抑えると。多分まだ俺らがさこんなに気づいてると思ってないと思うよね。ここ3日かな。今日夜追跡しようか。やろう。ケスケをやろう。どうする捕まえたら。ケスで行くぞ俺って首根っこ掴んで。これって犯罪なのかなっていうか犯罪って何なの。違う気がする。え、何盗撮が。うん追跡盗撮はストーカーって犯罪なの。でも嫌がらせ行為とかになりそうじゃん。あてかそうだストーカー行為ってさなんか警察行ってもさ、うん、被害が出てから言ってくださいって警察に言われるってよく言わない。被害って何なんだろうね。なんか例えば女の子が警察行くじゃん、うん、そしたらなんか危害を加えられて初めて警察が動きますみたいに言われてそのまま殺されちゃうみたいな事件ある。じゃあさ説教しよう。説教警察行ってもしょうがねえ。説教しよう。説教だな、ね、うん、うん、てかまあ俺別に多分悪気ない系だと思うんだよ。だとして一番立ち悪いっす。うん死ぬべき。動画には撮るべきだね。制裁の意味でも動画の意味でも確かに、ね、回そうぜ顔出しさせて、うん、てかなんかもっと撮ってそう。もっと撮ってんじゃない、うん、怖ついにここまで来てしまった。ここまで来たな俺らも。なんでちょっと喜んでる。俺じゃないから。まあでもケイスキは守んねえと。そうだね。うわあ今日も来るかな。わかんないよね何時から。俺普通の会社員の子とかじゃないかなって思う。大学生かな。え土日に来てんだっけ。土日だな。この2日3日だもん本当に。え何時ぐらい。なんかケイスキが出る時間って結構遅いか。うん、だから遅い時間、結構な時間張ってるかもしれない。何をさ、伝えたいんだろうね。昼は来てないんじゃん。1時とかだよ、夜も1時とか来てるの。夜1時は会社員じゃねえよ。2日前は12時27分だいたい、あ、死の月あ、典型的だ典型的な地雷だ。死のとか言われると困る。死にたいのか会いたいのかどっちなの。会って死にたいのかな一緒に。感情が爆発してるよ、ね、多分読めねえなこれは。まあちょっと現場押さえてよお前。怖いって言ってよ。おいって作るんだ。うん、俺的には、うん、えケスのこと追っかけてるよねみたいな、うん、言ったらえやばいみたいになる気がする。普通になんか喜んじゃう気がする。あなんとなく、うん、いやどうだろう分かんねえな。それでなんかあはいみたいな感じだったら怖い。怖いな怖いな。どんなテンション。向こうの出方が分からん。追いかけてますけど、うん、って言われたら怖い。
鍵閉めね、うん、鍵閉めた方がいいよ、鍵は閉めよう、うん、次のステップ侵入でしょ、だって確かにポストとかに何か入ってるかもしんねえ、怪文書、ああ前あったじゃん、ユス、ケス、ユス、スキースお酒添えてる、うん、ああ、大井町の時、大井町の時、ここも一回だけ来たことあるね、あるな、ああー、勝手に入ってきた、それ、うん、サブちゃんで上がってきたサブによるサブちゃんで上げがち、うん、そうだね、困ってます、じゃあ注意喚起の動画ということです、これはやめてくださいさ、そういうの大体女の子だよね、まあ、異性なんじゃない、あー、うん、あー、女だったら男が来るってこと、うん、何もく？やりもく？やりもく？やりもくはやめてください。やりもくじゃなかったらいいっすね。あ、てかストーカーをお持ち帰りしてみたって、うん、タイトル面白くない？ああ、ヒカルさんみたいな。もう YouTuber だよ。